町田さん超気持ち入れてると思いますよ。はい、はい、そういう意識の仕方で歌ってますね。うん、音楽をこう演奏するのって楽しいんだっていう、うん、最近あのナイフを持った人から迫られる夢見ましたね。老若男女、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 老若男女。これから楽器始め、バレエコードは別に握らなくていいですね。ギターの話ですね。女子高生になれるなら女子更衣室に行きますよね、それはね。自分を動物に例えるとアザラシとかですかね。初恋の下の人の下の名前はあれです、ひろこです。ロックといえばなんか焼酎って思い浮かんだな。なんでだろう、それ焼酎の6割ですよね。親友を怒らせた時の対処、ほっとくしかないですよね。セーラーヌといえば、まあ、歌とメロディーですね。一番大事な注意事項、並びたくないですね。並ばせないでほしい。友達どんな時にもあんまり思わねえな。サッカー部とかですか。僕はあの全然入れなかったですけど。あ、チャットモンチーのえっちゃんですね。あとブランキーの浅井さんです。ディーンのティーンエイジドリームですね。歌い上げる感じです。忘れない出来事は振られたことだな。遊びに行かないっすね。チャットモンチーのえっちゃんですね。すげえ筋肉質です。キューをゲッツ。なんだこれ。はい、ありがとうございます。これやり直しが効かないんですよね。これ以上で。でもチャットモンチュレッチャー2回言えたのはもう大満足ですよ。すごい。あの充実した気持ちを今。